50歳で職業学を学び、55歳から17年間をかけ偉業を達成します。今がどんな困難な時代でも、高い壁にぶち当たったとしても、明けない夜などないはずです。さあ、未来を生きるのは子供たち。いやこれからも白向きに真っ直ぐに丁寧に愛と勇気の道を歩んでいきたいと思います。